テンコロのラジオっぽい TV。 はい、どうもテンコロです。ラジオっぽい TV 始まりました。昨日からね、もう今日も宣伝ゴリゴリやっていこうと思うんですけどね。まあ一応今の状況、今なんかまた部屋の中明るいの分かりますか？昼間です。今日もちょっと夜ね、用事がありますので昼間のうちにズルして撮っています。今日はパーフェクトなね、ほぼパーフェクトな冬型の気圧配置ですね。で、山の方にガサーってこう北風、北西風が吹きつけて、山の方降雪量がねドサドサなってきております。福島とか新潟の県境とか、新潟と群馬の県境とか、あと長野と新潟の県境とか全部やっぱ山なので、あの県境付近になっちゃうんですけどね。はい、多くなってますね。24時間降雪量、14時までの値で言うと、福島のあの、これなんて読むんだっけ、日の江また、ですね、24時間降雪量で14時までの値でランキングとか、ランキングをね見てみると、大体あの福島と新潟の県境あたりだっけ、これってあの日の江またとかね、あと群馬県みなかみとか、あと長野と新潟の県境あたり あの野沢温泉とかね、あと湯沢とかも結構降ってますね。23センチとか降ってますね、24時間で。こんな風に降っていますだもんですから、まあ、ぶわー北風ですよ。北西風吹いて、今結構ね東京は北西風が強いです。そしてもう見事な、もう雲一つない晴れです。冬晴れですね。そんな中、昨日ですね、サニースポットさん、あの予報士ネットっていうの一緒にやってます、予報、あのサニースポットさんに行ってですね、こんなのもらいました。じゃじゃーん、前紹介したと思うんですけど、これ天気鑑です。ストームグラス、なんかこれで天気を予報できるっていうか、不安定、このね中に結晶ができるんですけど、中に結晶ができるんですけど、それがね、結晶がこう下に沈むとか上に上がるとか、結晶がなくなるとか、結晶が2つに分かれるとか、それで天気が不安定だの、なんか寒くなるだのって分かるっていうね、これストームグラス、天気鑑って言います。これニューバージョンをねいただきました。これお部屋どうですか、インテリアとして素敵じゃないですか。はいね、東急ハンズに売ってます。東急ハンズに売ってますんでね、素敵だなと思った方はクリスマスプレゼントにいかがでしょうか。はい、さらにじゃじゃーん、ガリレオパート2、ガリレオ温度計のパート2です。これちょっと後ろがあれだとあれですね、分かりにくいかな。ガリレオ温度計のパート2も、あのね前紹介しました、うちにあるのはあの細長いね、あのガリレオ温度計なんですけど、まだバージョン2ですよ。こんなね素敵な四角い枠の中に雫型のね、あの水が入ってて、その中にこう玉がいくつもあるわけですね。可愛いでしょ。まあ寒いのでね、全部今のところ浮いてますけれどもいいんです、こういうところが可愛いんです。というね、クリスマスプレゼントに最適な、はい、2つご紹介しました。東急ハンズに売ってますんで、ぜひそちらの方でお買い求めいただければと思います。それで、ね、ラジオポイ TV 年末から、まあ、あの1月に向けまして、ちょっといろいろ宣伝しなきゃいけないことも、こっちにね力を入れていきたい。ぜひ
ちょっとね勉強にならないかもしれないけどね。1月12日の日曜日に天コロと防災気象プロの、気象予報士模擬試験やります。オリジナルです。これはあの作成、新しく作成してるやつですね。あの今回がこれ4回目になります。で、今までの3回分はあの防災気象プロさんのホームページから買えるんですよ。販売しております。だからね、そちらもねぜひ買っていただきたいんですけれども、今回ですね、そのまた4回目気象予報士の模擬試験やるよっていうのを出したらですね、あの販売の方の問い合わせで、この最新のはいつ買えるんですかとかね、これいつから販売なんですかとかね、あの予約できるんですかみたいなのが、あの問い合わせをいくつかいただいておりますので、おなるほどと、これ予約を受け付けようということになりまして、これ販売は1月13日からですね、この翌日です。2014年1月12日の日曜日に会場で模試をやった翌日から販売になるんですけれども、もうあんまりね予報士の試験まで時間ないじゃないですか。なので13日にすぐ発送できるように予約を受け付けようということになりました。これ新しい試み、じゃじゃーん、オリジナル模擬試験4販売予約受付始まりました。これも防災気象プロのホームページから販売の予約をできます。そうすると12日の試験が終わった後にですね、私たちはその販売用の梱包を済ませますので、そして13日すぐお送りできるという形になるわけですね。いや、まあもちろんね、13日以降って言われてもいいんですけど、結構ギリギリになっちゃうとね、復習とかもやりにくいじゃないですか。ということでね、予約ぜひご利用いただければと思います。はいまあ予約するときにね、まあ、合わせて123の方をねご購入ご検討いただければと思います。はい、その翌週ですね、18日1月18日今度土曜日です。これは実技4の方、実技4ね、模擬試験4の実技を使って、この実技模試の6時間徹底攻略講座っていうのをやります。これは模擬試験のね実技をね2科目ありますけれども、それを解いていただいて、その後すぐ解説があるというやつですね。はい、そちらもぜひご検討いただければと思いますけど、こっちね6人限定6人なんですよ。でしかももう3人埋まっちゃってるんで、あと3人ですね。はい、そして最後に、最近ですね e ラーニングの天コロ気象予報士講座、これいつでもオープンしてるんですけれども、少しずつユーザー登録していただける方が増えてきています。ありがとうございます。ユーザー登録だけしていただいて見れる講座もありますのでね、まあ、興味のある方はぜひという感じですね私すごい適当な感じでラジオっぽい TV ではやってますけれども、 e ラーニングで講座解説してますけれども、こちらの方はですね至って真面目にやっておりますね。はい、ということで、お、やばい時間が、すいません、ちょっとバタバタしておりますけれども、今日のラジオポイ TV は以上になります。それではまた明日。